別のチームで打ってらっしゃるんですか？そうです、はい。はい、今回は、いつもとちょっと違う感じの踊りじゃないですか、はい、どうでした？いや、振りの違いというか、はい、ダンスチックダンスチック、いや、全部ダンスチックだと思いますけどいや、ハードな踊りで、はい、毎日楽しんでやって、楽しく、はい、させてもらって、はい、今回ですね、特別ユニットということで、これからもね、どんどん広めていきたいということなんですけども、はい、どうですか、なんかこう、目標とか夢ってありますか？目標チーム踊り人としての全世界に加古川を知ってもらうと。また壮大な野望ですね。いきなり全世界ですか？はい、じゃあもう自分のこの顔と名前も覚えてもらって。そうですね、はい、大東くんですそうそうそう、大地の生徒、大東、大東くんです。はい、大事なことなんて今2回言いましたぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ今度は女性に聞いてみましょうかね。はい、はい、なんで皆さん下向くんですかなんで皆さん下向くんですか？授業参加みたいな、授業参加みたいな、先生当てんといて、ねえ、じゃあこちらの方ええってあなた、いや、じゃあ前に前に出てください。はい、今日ですね、踊り祭の前夜祭でも踊りましたけれども、今回この市民会館のステージを踊ってどうでしたか？めっちゃ緊張しました。めっちゃ緊張した。いやいや、もうでもだってほら、前夜祭戻って、そして国王祭ね、こちら袖天満宮でも踊りまして、今回3回目ですよ。やっぱり緊張しますか？緊張しますね。あららららら、でも今日は100点満点中だったら何点ぐらいでしょうか？70らしいですいや、誰に確認したんですか？自分にして答えましょうよ。70って聞こえてきましたけど、70っていうの耳打ちが聞こえてきましたけどもじゃあこれからまたどんどん100点、120点に、はい、していきたいですよね。はい、じゃあ大東くんの、あっちの大東くんは、すみません、何してる彼はなんか全世界に進出というふうに目標を掲げてましたけども、はい、じゃあ目標を教えていただけますか？全宇宙支配でどんどんスケール大きくなってきてますけれども、宇宙規模でということで、はい、これからもぜひ皆さんね、覚えていただきたいと思います。ありがとうございました。